コラボ電話かけてもいいけど、今コラボ通知切られてんじゃない？なんでだよ。今コラボ通知あげた。で、コラボ電話して OK だって。いらないよ。まあ、デイジーと話したいならいいよ。はい。あげて、開けてくれ。俺分かんなかった、さっきかけたのかな。うちはマザコンの人の方がいいと思った。それなのに俺のさっきの分かってくれなかった、三者面談。いや、それはちょっと分からんかった。そのなんでうち抜きみたいな。気使っちゃうからって。こっち見て、見てみ、みんなツイキャスのさ、そうだね、ひろしさんも。いや、ほら、息子の嫁には気を使う。ああね、もう今気使わせないようにできるけどな。気使っちゃうんだって。逆にお母さんいろいろ教えてくださいって言う。じゃじゃじゃ、それ、そのね、時間もあるんで、4人で遊ぶ時間もあるんだけど、ね、4人で遊ぶ時間もあるんだけど、少しだけお母さんと俺と娘で、お母さんがね、うちのお母さん本当娘が欲しかったお母さんだから、うんうん、ね、これ買ってあげたいとか、お母さんが一通り服買ってくれる配信とか、マキマさんが読んだけ言ってくるね。うん、エミリさんだけのために説明したの、うん、あ、いいよ、明日ゴミ出し分かってますよ、お母さん。はい。そう、そういう配信をしたかったんだよね。お母さんがミルクあげるとかさ、気使ってさ、エミリさんいたらさ、あの、エミリさんがミルク出してさ、あげてさ、お母さんがミルクあげれないじゃん。お母さんやっといてとかさ、うん、そういうことも聞いてくれなかったの、 YouTube では。なんかどうしたいのとか、こういう予定があるんだよねって、もう頭ごなしにみんな怒っちゃって。そう、新成人なのにって思ったでしょ。でも俺言ってないじゃん、ちょっと経ってからって言ってたじゃん。で、その時間もね、半年ならっていうなら、あの、半年まで待ってもいいし。いや、言葉足らずじゃないよ、言おうと思ってて、ずっと言ってたし。多分アーカイブで戻って聞いてみ、あのね、ある程度育ってからって言ってたし。半年後は東京にもしかしているかもしれないし。なんでキモいの、もう初孫は可愛い。分かってくれる人は分かってたと思うよ、最初から。ツイキャスつけたら分かってた人いたもん、最初から。何にも言わなくても、あ、ルイジの気持ち分かるよって。理解力が足んないんじゃない、そっちも。俺も足んなかったかもしれないけど。だって未だに理解力ない人もいるじゃん。うん。その少しだけでもいいよ。何してるの？わかんないです。何してるんですか？そう。うん、だから別にね、エミリさんもね、そんな気使わせたくないし。なんか理解力ないって、何、俺は理解してないの？よしよしよし。あ、駐車場のことも話してきた。あ、言ってきた、うん、ああ。だから別にね、ずっと最初からエミリーさん抜きで会うなんてわけじゃないし、もちろんエミリーさんと、と、ね、茨城帰るときはエミリーさんもいるだろうし、4人で会う時間もあるけど、3人でも過ごしたい時間は少し作ってほしいよなって言っただけじゃん。まあ、人見知りしたってしょうがないよ。生まれる直前ってやたらと片付けたくない。そうなんだ。死ぬってこと？なんか最近なんかそういうのがあるかもしれん。なんか領収書入れ買ったり、ピアスのあれしたりとか。分かって、尊重するよ、ケンジ君のその意見をね。
尊重するよ、うん、こっちが尊重してくれない人もいるだけで尊重するから、うんうん、嬉しい。じゃあだからある程度大きくなってから茨城に行った時に会えればいいんじゃないっていうことで決定で。まあわかんないしね、うちも赤ちゃんがどんな感じなのかわかんないからね、なんか本当わかんないから、もしかしたら何の母性もわかん可能性もあるかもしれんし、わからんもん、生まれたことがないけん自分の体から。でももうねあるよ、そのうちの娘守らなきゃっていうさっきの言葉からエミ、うん、すごい出てたいやだってなんか3人誰誰じゃない、お母さんだよ、3人誰、俺とお母さんと娘で、うちはってなっただけ、誰じゃないよ、お母さんだから。まあでも それがなるのは当たり前だと思うしね。でもケンジ君のお母さん 大好きだから、好きだから、あの軽々しく言えるな、うちの母ちゃんの全て知らないくせに。好きだよ。どうすんの、もし前科があってさ、自分の両お父さんもお母さんも殺している最強の犯罪者だったら、うちのお母さんついていく、ついていく、うん、おばあちゃん殺すってこと、殺し方聞くってこと、おばあちゃんのついていく、嘘だろ、うん、先輩殺し屋だったらどうすんの、うちのお母さん、ね、いいお母さんだよね、ほんとだから尊重する、ケンジ君のその意見。それでうちが嫌って言ったらね、余計嫌われたくないし、嫌だ渡さないとか言ったらさ。でもあの、ね、やっぱりね、美術やってる時にあの子供生まれたばっかりのお母さんとか来たりとかするんだよ。1歳ぐらいまでとか2歳ぐらいまでとかも来るんだけど、やっぱり髪切りに来るんだけど、子供が自分の旦那にすら触らせたくないとか母性本能強くなっちゃってなる人はすごいよね。そのあの人みたいに、あの誰、エミがリツイートしたさ足めっちゃ蹴る男の子の母親みたい、あれはちょっとただあのあれだと思うけどあれもすごく自分の子供守ってる。あ、メンタル、産後メンタルなんかありますもんね。私はなったね、ゼットリーさん来たの、絶対そう、今おらんかった、ゼットリーさん、うん、あら、Rさんか、だからゼットリーさん来たらすごいことだよ、これ。ツイートにルイジのお母さんをバカにしてたよね、ん、うちのお母さんバカにした、別にいいんだけど、うん、ちょっとわかんない、記憶に。本日もお綺麗です、ありがとうございますジャグラやりくのんきにてってれれってれってれってやってていいよ、ほんとそれで落ち着くな。バカにしてたっけ、よく覚えてるね、みんな都合が悪いことはお前忘れるからな、うん、今が大事だもん、今が大事、くまるお母さんと会わないってツイッターに昔言ってた、それをよく好きだなんて言えるな、今好きだよ、100回くらい忘れようとしたけどもうダメだよ、覚えてないガチで覚えてない、あ、私ガルガルキになって自分の親ですら触れなかった、いや、エミリさんもワンチャンなりと思うんだよね、ちょっと俺が赤ちゃん触った時触らないでとか、なんか相手の親の悪口だけ出て、はい、言いません、これから気をつけます、ごめんなさい、今と未来がですね、バカな母親だ本当にってツイートしてた、うん、マジで覚えてない、ありがとう読みたら言わないと、覚えてないもん、別に俺は怒んないから、それでお互い様だろ、それで謝れとか思わない、なんでも、まあ、しょうがないな、うん、うちの母ちゃんだし、
俺うちのお母さんの全てを知ってるから。雑談たぬきはね今見ないようにしてる、うん、その代わりツイキャスたまに一人でつけたりしてる。あのまあ言われてもしょうがないなと思う時ある。旦那がバイキに見たこと。ありがとうキヨさん。わかんない、覚えてないから頭おかしかったのかもしれない。それかキツネが取り付いてて人のせいにするなお前、うん、まあ俺なんとなく覚えてるけど、ごめんなさい、うん、でもなんとも思わない俺は。俺バイキンか。でもありがとう青いコメントさん。あれだね、俺はちょっと猫の方が心配だね。俺も猫アレルギーだから猫触った手でエミリさんが赤ちゃん触るとするじゃん。俺この猫触った手で俺の顔触ると俺痒くなんだよ目とか。ねえ、たまに指ささんで今たまに見よって。別にいいだろ、クソガーとかお前みたいに言ってないんだからね。クソガーとか言わないから。きっかけ、そうだからね、アレルギーはね癖になってる今。ありがとうね。 YouTube 登録してアカウント出して。アールさんありがとう、ありがとう、どうもありがとう。俺猫アレルギーある。めっちゃ目かゆくなる。そんな鼻水も止まらない時あった。だから潔癖になったんだ。なりたい。うちも赤ちゃんは動物の気をつかないとダメだ。ヒカルコさんありがとう、ありがとうございます。ビューンビューンでしょ。俺ちょっと猫の方が心配。俺がねアレルギーがあるから。でエミリさんのお姉ちゃんもアレルギーあるんだよ。はい、うん、メロディーと MI な。バクサイさんありがとうございます。そうメアニー買った時もアレルギーあった。ブロックしたよ、うん、MI とメロディー。今度こうやった。ルイジの隣でエンセラコメ違ったら大丈夫、違かったら大丈夫。ごめんね。聞いて、この男のナルシストの加減が気持ち悪いって言ってんだけど、俺今ナルシストなところあった。俺の顔かっこいいなっつって自分の顔見とれてた。性格的なナルシストじゃない。性格的なナルシスト。俺のこう言ってんじゃんみたいな。俺の何が悪いのみたいな感じのあれじゃない。あるそんなとこ。お腹大丈夫今。イケメンありがとう、嬉しい。ある。だった新地が上がってた。あるんだ俺。でも聞いてほしいことは伝えたいしね。それで納得いかなかったらしょうがないと思うし。ありがとう。ある性格的な。そんなこと言ったらエミリさんの方が性格的、あのもうヒトラーじゃない。もう機嫌悪くなると配信切ったり、機嫌悪くなったら携帯ぶっ飛ばしたり、自分がなんか思い通りにいかなくなったらマジで切れるんだから。もうちは性格やばいじゃん。性格的ナチスだよお前。多分うちは病気なんだよ。性格ナチスだ ね、うん、性格ヒトラーだよお前は。ちょっとめんどくさいんで、うん、YouTube 全部ブロック解除します。めんどくやめてよ。ほんともうすぐ子供も生まれるし。じゃあブロックしないでよエミリさんも。俺のさなんかさ悪口とエミリさんの悪口とかさなんかあった時にさ、うん、ブロックするじゃん。あのよかったら皆さん YouTube 解除しました。 MI さん YouTube でブロック解除したらしいんで、何でも書いていいんで見てください。なんかね、自分の都合が悪いコメントばっかりブロックしてって、俺にキーキー言ってくるやつブロックしないんだよ。ずるいよね、エミルイチャンネルなのにさ、都合のいいところだけ。仕方ないか。キャスだってさ、なんかね、自分がムカついたらブロックするでしょ。
MI とかね、なんか変なこと言って MI とメロディーってやつが一番ムカつくんだよ。前々から言ってんだよ。エミリさんに何回見てんの、前々から。いやいや、だから俺二人だけだもん。 MI とメロディーだけでずっと言ってる、二人だけ。しつこいんだよ、なんか何回も同じコメントしてきて。どっちも気持ち悪かったさ、見なきゃんじゃない、二人とも。うん、 MI 好きなやつなんて聞いたことない。それは MI 自分で言ってるなと思っちゃう。それに言ってほしい、もっと。じゃあ二度と同じコメントしてくんねよ。おもちゃにしてるのかどうかわかんないね。もし俺が子供をおもちゃにしてるって感じてるんだったら、身近な人全員おもちゃにしてるよ俺は。お母さんだろうが、エミリのお母さんだろうが、エミリさんだろうが、どこが人気なの。一人しかいないんだけど。 MI さん好きって言ってる人誰いんの。一人しかいないんだけど。しかもツイキャスで。ユイラブってさ、ツイキャスも見てんの。二窓してるってこと。アンチじゃん、ユイラブって。ただこのともこさん、こんばんは。似たようなことを言ってくるってこと、ずっとしつこく。ごつくね、体うち。ツイキャス、うん、そうでしょ。マジでごっついんだけど。早いな、ツイキャスのコメント。あれがないんだよ、あのレンズがね。明日届く。ツイキャス、ツイキャス、エミリさん見てるね今。ツイキャスのコメント見て。そう、MI さん面白いしね、あのいじってくれるけんね。そう、MI さん人気だよ、ツイキャス。絶対人気ね。これ絶対 MI のこと言ってるの。これ赤マークなんだよ、ほら。多分 MI がずっと連投してんだよ、こっちで。赤マークのやつしか言ってないもん。でも赤マークでもいろいろいるんでしょ。よくわからんけど。配信してないと思う。だって何回ブロックしてもね、あのこっちのこの枠に絶対現れるから。多分 MI ってここでしか多分他の枠で見たことないじゃん。なんか多分どこの枠でも浮いちゃうからなんじゃない、うん、すっげえ粘着して MI こっちに行くんだよ。うちの枠行くんだよ。他の枠行けばいいじゃん。ブロックされた？エミさんブロックしたの？誰を？ツイキャスの人。うん、誰もしてない。うん、うん、してないよ。してない。されたって人とか。してない。したことはあるけど解除の仕方も分かんないし。粘着系だね。いや違う違う、なんかコメントがねうざい時あんの。なんかそのほんと数人しかいないんだよ。 MI とメロディーと、そのメロディーをなんか MI とメロディーのなんか擁護してるなんとかラブみたいな、なんだユイラブかわかんないけど、この3人ぐらいだね俺。悪口なんだろう、どんなに悪口言われてもツイキャスでもあんまり俺怒んないじゃん。うん、なんかねイラッとするんだよ。なんかアンチコメントずっとしてんの。入江健は一生見えないね。見えないんだよそもそも。入江健だけなんか一生ブロックだね。生涯ブロックだね。一生涯コメントが見えない。うん、うん、何あ、よかった MI 来なくなったって。絶対やめて。よし、 MI 来なくなって絶対来ないで二度と。よし、これエミルイチャンネルだから俺にもブロックする権利あるから。ブロックされてるのはツイキャスでは。ブロックされてるって言ってるけど、うん、うん、ずるくないだから。
そうだから言い方を変えれば別に MI もいいんだろうけど、変えないじゃん MI って。俺が怒ることわざわざ書いてくるじゃん。え、みーさんさ、入江県来たらお願いします。コメントあれしてほしい。うち見えんけど多分なんか言ってると思うから。うちルイージにヒーハーは知らないって言われたよみたいな。ヒーハーって誰？あのもしかして、あ、TikTok やろ。あのあれ福岡市でご飯食べ行こうって。そうそうそう、あーね、あこの T さん。わかんねえよヒーハーだけじゃ。うちは分かっとって、うん、あの時お母さんとねご飯食べよってからね、T さん分かっとうよってうち言った。じゃない、前あんま言葉遣い気をつけないとどこの枠でも多分ブロックされるぞ。え、まえさんダメだよ、また明日来て。いいよいいよ、言わなくて。どうせ転生してくんだから。あーやちゃん、よかったね。はい、DM もありがとう。わかんないですよ、ヒーハーでわかるって言われてもヒーハーだけじゃわかんないですよ。 MI 執着すごいだろ、ほんと。黙っていなくなりゃいいじゃん。でさ、MI さ、これ多分コメントの立場だと MI うぜえよ、なんか、ね、執着しないでいなくなるらすぐいなくなれよみたいなさ、人には MI ってきつい言葉を吐くのに自分にだけこうなんかね、ヘラヘラする。奥さん TikTok してたんだ。どうなんだろう、 TikTok 向いてるのかな。まあでもいろんな、逆にベトナムの人が見てくれるかもしれないしね。あれ、うん、ベトナムでゴックってやってたら向いてるかも、ベトナムの人の方が。ありがとう T さん、うん、飲みに行きましょう。ステッカー欲しい人いつでも言ってください。秒で送れます、スパチャいただけたら。 TikTok 厳しいね、やっぱ。行くか、もうちょっとね。うん、絡めないといいよね。なんで絡めない、揉めないとか、揉めないって、まあ、揉めた方が面白いんじゃない。ちょっとね、たかしさんはね、揉めた方が面白いと思ってた。いくいく、ありがとうこの服着これが楽なんよ。陣痛芸とかしてません。今全然普通です。結構最近この服着るよね、リアルで。うん、これが楽。うん、ブラジャー取りたいもん、締め付けが。いや、あの陣痛はもうね、何時だっけ、30分、40分ぐらい来てない、50分ぐらいかな。来てない来てない、多分あれや、前屈陣痛。ブロックしてない、父さん。父さん見えとるよ。みーさんありがとう。ピーコさんステッカー欲しい、いつでも送ります。一生見えないのは入江県だけで、あと俺がブロックしたのメロディーと MI だけだから。これインドネシアで買った服でしょ。それフィリピンかタイかインバリか。赤ちゃんさっき動いた。いつデブラ撮ってても黒し、うんうん、よかったよ今日じゃなくて。俺もっとビクビクしてよ、心の準備がと思って。いや、どこに聞いちゃったの。なんで入江県だけ見えない。今日らしく言ってない、わざとらしく。本当に痛い時に痛いって、本当に教えてほしいから、うん、正直に言うつもりっていうか言ってるつもり。いや逃げちゃうかもしれない、わかんないよ。あるさんは見えてるよ、流れるからね。ツイキャスタイミングかな。みこさんありがとう。いや病院で産む。8月28日がね、どんなステッカーもらえるのって。ブロックじゃなくてあれじゃない、なんかあの NG のコメントに引っかかってんだけじゃない、これが毎日起こる。発生した方が分かりやすい。いや永住先は決まってないよな。俺たちがまあ配信者と関わらないようにしてるからね。ハスイって気持ち悪かった、うん、これとこれ
エミタロットルイジとタマ、エミタロットルイジとタマも映っとる。ここに赤ちゃん足そうかね、生まれたら。とまあ、全然こんな 美女じゃないんですけど、一応こういうステッカーも、うん、エネルギーのコメントもある。あのこんな顎綺麗じゃないんですけど、まあ、この2種類かな。赤ちゃん足したいね、足したいねってどういうことです。著作権大丈夫、あのちゃんとお金払って書いてもらったから、うん、これ T シャツ作ろうか迷ってる今。ディズニーの著作権パクってる。いやディズニーないじゃないから。これちゃんとエシさんに書いてもらった、あのミクさんって方に書いてもらいました。全然ディズニーじゃないよこれ。ミクさん、ちょっと映画のねあれを参考に、うん、うちこれ好きなんだよ結構。これ最初のステッカー、すんごい俺のなんか俺がなんか本当にこれ結構好きなんね。これもうあとちょっとしかなくてね。等身大で俺描いてるって言ってる人いたんだけど、これこれかわいい。え、もうちょっとわからなかった、アニメの話してたね。あ、木村さんよかったです。じゃあお会いしたらね、タダであげます、もちろん。じゃあディズニーの人に訴えてもらってください。チビになってる、ひも感が。俺のひも感がってこと。おしっこ行ってくる。俺もおしっこ漏れそう。行ってきていいよ、先。いいよいいよ。ペットを見慣れた、あ、赤ちゃん、赤ちゃんも入れてね、 T シャツ作りたいね。ちょっと絵描いてくれるかな、足してくれるかな。本当やった、まあ、あとね30日分の漢方もらったんだけど、ちょっと残り少なくなってきたんだよ。これで漢方切れてどれだけ痩せてるかだよね。とつまっちゃれば、いやいやいや、清水さんに会いに行きますよ。髪の毛黒いっすね。どういうとこが嫌いなの。いや、なんか小袋持ってったからと思って、何の袋持ってったんだと。うん、絵師が顔もすっきりした感じします。ネットの全然真似してないっていうか、男って多分さ髪の毛ある程度伸びたらこんな感じになっちゃうね。間近で髪の毛を切れて頑張る、頑張ります。おやすみなさい。わかんない、漢方のそのあれに聞いてみるしかないね。神奈川県だったもしれません。チョコザップ絶対やだ。なんかあの筋トレだけって嫌いなんだよ。なんかスポーツやるんだったら楽しく痩せたいんだけど。どうぞ。いや、パピさんね、もう嬉しい。そんなこと言うなら、ね、あの運営さんに復活運動してほしい。あいつら結局戻ってきたら潰すからね。もったいないと。いつん、何何消臭剤振ったから。うん、消臭剤。今日のバスケ、あ、まだ見てない。今日の夜の楽しみです。小袋は織物シート。しっこしてくる。写真じゃないでしょ。寝ましかって何？
今日のバスケ見たんじゃないかな多分。あーさんおやすみなさい。まじさ、なんかなんでそういうこと言うかな、そういうのがうざい。なんかね、うざい。写真じゃない。明日 DM で送ります。何を？12月に関東いないよね。ライブ主催が12月にあるなんて。わかんないです。どうだろう。エミさんライブに出演するってこと？絶対出演してほしい。お願いします。もしいなくても関東行きますんでお願いします。マジさ、なんで小袋持って行ったとかそういうこと言うの？盛り上げたいん。いや持ってったからなんだろうあれ。あのなんかパッドかなんか。女性必須のやつやん。でしょ。なんか言わんでいいやんそういうの。漏れてんのか発生してんのかなと思って。なんかほんと無理になってくる隣の存在が。なんでだって女性のあれでしょ。なんか匂わせみたいな。女性のあれ持ってたなら別に何にもやましいことないなら。ふんふんふんとかさ。え。ちょっと匂ったら何の匂いだろうって思わない。なんで着るのかわかんないよね。うん、いいよ、そうやってさ、またうちを悪者にしてさ、みんなを俺の味方につけようみたいな。味方につけようなんて思ってないよ。いいよ、そういうのなら。全然意味がわかんない。わかんないでもいいよ。エッグ&プリンさんは確定。いや、エグプリだったら行かなくていいんじゃないですか。誰ですか、エッグ&プリン。ひどんなさんだよ。あ、へえ。ひどんなさんと、うん、あと、りゅうきさんだったら別に行かなくていいんじゃない。すごい、うん、すごい。もっとビッグネームだったら、うお、すげえ行きてーっすってなるけど、エッグプリだったら別にそんな。ごめんね、俺のリアクションが間違えたかもしれない、うん、いいよ、勝手にしろよ。勝手にしろよ、うん、もう終わるしどうじゃないし、300分もしてる。頑張ったね今日。いい、うん、寂しくてエミリーさんが向こう行った時に YouTube ですんごいいじめられたからツイキャスもつけちゃった。なんか俺用語の配信も欲しくて。いや配信者バカにするってわけじゃないですけど、エグプリも来るよすごいでしょって言われたらすごい持ち上げられたら、いやエグプリかってなっちゃうね。みんな いる、え、エグプリも来るのすごいで絶対出るってね。福岡にいるのにわざわざ関東まで行ってエグプリと同じ主催の、うわお腹すくよブリちゃん、めっちゃお腹すくって なります。いや悪口じゃないじゃん。今はすいてないけど多分そのうちすくよ。いつきうどんとか食べちゃいそう。すんごいエグプリでマウント取られてもって思っちゃって。さん頑張ってね、ありがとう。誰もエグプリに食いつかないって知らないってこと。エグプリをまず知ってるみんな。ね、シャイニングさん。サニーパン。みんなエグプリするだもん。だって誰もエグプリ来るのすごいってなんないんだもん。ひどんなさんって言ったらすごいでしょ。すごいんじゃない。ひどんなさんってみんな。エッグプリンってのがなんかがわからんかったっ。でエミリさんすら分かんなかったの。ミミちゃんおやすみ。おやすみ。ありがとう。またね。父さん大丈夫だよ。うん。ルイージ大人になれよ。小暮くんの名言だ。いや俺すごいあのリュウキさんとも仲いいし、ひどんなさんとも仲良かったしね。
あれだけど、まあいろいろ決まったらね、なんか決まってきたらあれなんだろうけど。あ、夜更かしだと赤ちゃん夜行性やばいね。まあでも 寝てるけどなんかまた睡眠不足なんだよね。おしるし来てない、大丈夫大丈夫おしるしじゃないよ、ただの汚れ汗みたいな、分からん、おしるしじゃないよ。まあ何回かコメントくれたらそのうち拾いますよ。父さん、織物何色なの、黄色ピンク。白？圧迫感。透明が普通。最近なくなった。今圧迫感。うん、今は大丈夫。透明だって。おやすみなさい、アールさん、ありがとね。おやすみなさい、アールさん。透明めっちゃ綺麗じゃん。赤。清水さん赤なの。嘘でしょ。血便ってこと？あ、そのみんなはいくらなの、月収、月収いくらか教えてほしい。緑モンスターや。グリグリされたから茶色になった。あ、間違えた。匂いはね、あの織物シートに匂いがついておけよう分からん。嗅いでいい、エミの織物の匂い。どんな匂いか嗅いでみたいんですよ。たまにおしっこ臭いって言うじゃん。だよく尿漏れすんだよ。言ったことあるけど、おしっこ臭いって、うん、ちょっと触って匂い嗅いだとか、ちょっと触って、エミじゃないそれ、匂いこうやって嗅いだらおしっこ臭い。俺ちょっと匂うとエミリさんの方にこう持ってくんだよ、鼻。自分じゃない言ったの。俺言ってないもん、鼻詰まってるからよくわかんないし匂い。あー、呼ぶ子に行かん、行きたい、行きたかん、佐賀からね、呼ぶ子食べたかん、イカシューマイが大好き、うち。イカシューマイなんてあんの。俺のパンツ臭いと思う。俺もちょっと残尿感あるタイプだから。茶色ってか黄色寄りの茶色みたいな、そんないじめんでよ。自分で言ったからだよ、もういいよ。聞くけん。だからピンクって言えよ。ピンクやったらおしるしやん。うちの織物ピンクやけんって言えよ。自分でチーズ臭いとか、自分で言ってんだからおしっこ臭いとか、自分で。チーズ臭いとか言ってない、酸っぱいとは言ったから。自分で言ってんだから言えよ、もっと。じゃあ見せよっか、今始まったぞ、バンチャレンジ始まったぞ。何色？茶色いね、ちょっと黄色やん。なんか俺がさ、見て黄色やん。俺がうんち拭いた跡みたいな、なんか黄色いなんて、拭き跡みたいな感じだね。なんか黄、なんで嘘つくと、マジ黄色やん。黄色なの、俺色弱だから色わかんないし。でもわかるのが黄色って、うん、ち今はうんち拭いた跡みたいな、こうなんだろう、こうザーって感あるんだけど、拭いてないの。拭いたって。なんでこのすれ跡あんの、擦れ跡があるね。なんかあの飛行機のあの滑走路みたいな、多分あれ着地する時の滑走路かな。黄色って、なんか織物に滑走路ができてるね。黄色の滑走路。ぜえねえねえはブロックする。なんでねね、ブロック、まあ、1回しか言ってない、 2,3 回嫌だったらブロックしろよ。ねねだけブロック。ねねちゃん、なんでねねブロックすんの。ねねちゃん見て、みんな俺がどんだけね、 MI とかメロディーにね悪口言われてもブロックしないのに、ねね一言なんか色付きだとヤバそうだねって言っただけでブロックだよ。いや、さっきからヤバって言ってたもん、最初絶対そう。見て、色なんてついてない、お前ヤバみたいな感じだったよ。ねえねえだけブロック、あとはみんな味方。味方じゃないだろう、うん、茶色やばいっていう人の方がおかしい。なんで。あ、ごめん YouTube。
カエルデだね。そう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 、うちも気になってた。2000でよかと。本当 T さん便秘にならない、便秘で綺麗になった。あのね、先生に言ったらね、酸化マグネシウムもらえるよ。それ言ったらいい、酸化マグネシウムくださいって。それ毎日飲んでるとスルスルに出るようになる。スルスル、ゆるゆるな。俺マツコデラックスに似てる、出てくるようになる。 NG ワードはね、一応5、6個あるよ。わかるわかる。何カエル、ね、カエル寺って何？風鈴がいっぱいあってね、カエルの寺みたいな、なんか調べたことある。いやでもまだ大丈夫ですよ、あの陣痛は来てないからね。もういいやん。何の話？生きてるけんしょうがないやん、出るもん出るって。でもみんな滑走路みたいな感じになってるの、なんかアディダスみたいな3本ラインみたいな、しし習字で書いたみたいな、カサカサの習字みたいなの書いた滑走路みたいになってる、みんな。あ、なる。あ、じゃあなるんだ。カエルがたくさんいる。いや、俺男だから分かんないんだよ。あ、みんな滑走路わかる。風鈴ルンコさんって感じね。カエルがたくさんいるぞ。ありがとう、やばくないからって。ありがとう。シャワー浴びるって。あとで綺麗にするもん、あれ突っ込んで。それやっていいの？あれなんて言うんだっけ、あれ水干潮みたいな、セペ、セペやっていいの？セペやっちゃダメっぽいよね。ダメだって、ほら。やる。結構やってるよね。みんないじめるけん透明にしてやる。100回ぐらいやってやる、突っ込んで。結構エミリーさん いつもやるんだよそれ、毎回。お前が中出しした後の。やってない、いつもやるじゃん。やってない日でもやってるじゃん、うんうん、お前が中出しした後だって。セペセペセペ、うん、あ、そうなんだ。じゃあ先生に言った方がいいと思う。あとちょっと炭水化物をちょっと少なめにしたりしたら出やすくなる。なぜなぜ好きなんじゃない。食物繊維とか取ったら。ね、これあれでしょ、あのあれライブ出てくださいって言ってきたでしょ。どれ、シャイニーズ。あ、すいませんでした、ひどんなさんですっちゃって。ひどなさんとあんまり俺仲良くない。あのエミリさんでよかったら本当いつでも、え、エミリさんにいい経験させたいんでよろしくお願いします。友達が最近膣用のソープで洗って大変な目にあったから、綺麗すぎでダメみたい。大変な目って何？そうだ、検診で大丈夫だよ。綺麗ですねとは言われんけど、大丈夫ですって言われるよ。中出しするんだもん、この。そっちの方が悪いじゃん、うちの織物が茶色な事件よりさ。あれセペだから。行くとも言わないで勝手に出すんだよ。あれセペだから、ルイージセペだから。あ、なんかエミツンとした匂いするなと思って、俺が綺麗にしてあげようと思って。あれセシじゃないから、セペだから、ルイセペだから。やばくない？せめて外出しにしてほしいよね。セペだから、セペ、セペ出すときにセペ出ますって言わなくない？産後は子宮口空いてるから膣洗ったらダメ。わかりました。仲良しやめてください。1ヶ月に1回ぐらいですよ、そんなしてないですよ。遠い昔ですよ、遠い昔。
ならええか。妊娠してなくても仲良しします。外出しの仕方わかんない。やめられませんもん。わからないんです。おう、いろいろ気にしすぎないで大丈夫、なるようになるからって。嫁さんが、あ、ありがとうございます。奥さん、俺小4の時にあの絵画クラブに入ってたんだよ。うちの旦那は赤ちゃんに何かあったらって言ってゴムつけてる、優しい。で、野球部のすんごいエロい先輩にトイレですんごいチンチン触ってろって、大きくなるけどそのまま触り続けろって言われて、小4の時に絵画クラブの時間、学校の小学校の絵画クラブの時間に先輩に無理やりオナニーさせられたね。それでどうしたの？白いのいっぱい出た。友達と2人でさせられたんだよ。2人で向かい合って帰って。気持ちよかったの？いや、まだやれまだやれって言われて、雪のりくんっていう友達と一緒に、人と一緒に初オナニーしたの？北畑先輩にオナニーさせられた、小学校4年生の時。かわいい。で、めっちゃ笑ってた、その先輩。もう死ぬんじゃないかっていうくらい笑ってた。北畑先輩死んじゃうんじゃないかっていうくらいめっちゃ笑ってた。かわいい。声出さないで、授業中じゃない。うん、早いんだ。小4の時、北畑先輩にさせられたね。で、そっからハマったの？ハマってないね。そっから1年ぐらい置いてオナニーし始めたんじゃないか。何の1年だよ。絵画クラブ、なんか授業中1時間だけね、なんかあのなんか自由時間みたいな、ゲームクラブ、書道クラブとかなんかいっぱいあって、飛んでいったの？どんな感じで出たの？でも北畑先輩が、あのケンジちょっとチンコ大きいなって言ってたから、俺多分大きかったんだよ。だから違う、で精子だよ。いや、だから振り回した。振り回した。鼻水みたいな感じだよね。なんかビョーンって、なんか長、なんかトロトロしててビョーンって出て、ビョーンじゃないの？友達とこういう風にあれ来るってやってたから、タマがびっくりしてる。友達と一緒にあれ来るように、あのチンチンじり続けて、わかんないんで触り方で、なんか鼻水みたいにビョーンってこう飛び散って、北畑先輩がそれでしっかりトイレで本当に激しいって、うん、声出さないぐらい笑ってた、うん、いいだろ、好きな人いるだろ。私、男性のもっとすごい話聞いたことある。今度ないんで。いや、小4で出たんだよ、本当。北畑って珍しい名前だ。なんかね、俺らの地域には北畑何人かいる。北畑農機とか、だからでっかいこう農業の人らがいっぱい。うちらこっちで珍しい名前は長宗壁とか。北畑と長宗。長宗壁って一個がいた。バレー部のね、キャプテンの子が長宗壁って。長宗壁。北朝鮮から来たみたいな名前だ。超速壁初めて聞いた。バスケの可愛い子のシューズの紐で擦ってるやついた。すごくねそれ。こんばんは。綺麗にしすぎて膣からバイ菌が入って卵巣腫れて救急車で運ばれて、綺麗にしすぎてで、ね、まあまあそんな、うん、だって YouTube だけだとなんか、ね、ありがとう。なんだろう、 YouTube 本当に多分スイッチイッターさん以外全員女だから、あのちょこっと匿名さ、男だよ。ちょっとなんだろう、女性を差別するような喋り方するとすげえ怒ってくんだよ。ひでえひでえっつって。エミタル初オナニーつ早すぎて言えない。小4より早い。はいはい、だから言わない。うちはエロエロ星人だから、早すぎて多分引くと思う、うん、言わない。保育園で何する人いるの？初塩は何年生？処女の時に塩を吹いた。入れる前に、チンコを入れる前に塩を吹いた。それ年上としたからだろう。え？っていうか、俺多分
25以降で潮を吹かせようと思ったことないんですよ。なんか20代前半はさ、潮を吹かせたら気持ちいいんだろうなと思ってさ、吹かせようと思うじゃん。これ30過ぎても女の人に潮を吹かせたいと思う人っているの？生理のこと。13歳、14歳ぐらい。13歳。あれ生理遅いって言ってなかった？そう、13歳ぐらい。恥ずかしい。初塩、塩っけかと思った。塩っけかと思った。なんだよこれ。塩、いや、吹かせたことあるよ。いや、あれなんかあれじゃない、舌が上手なの。せんよ。女の人じゃないっていうか、なんか怖い。ガチガチするの怖い。たまにね、してくれたよ。たまにね。初恋の人？あの、風俗で働いたことある人だったら多分みんなね、吹かせようと思わないと思うよ。風俗嬢って手で触られるのすごいされまくってるから、触られたくないの。もう、ちゃっちゃとチンチン入れてってなっちゃうから。いいね、たまってブロック解除ありがとう。はい、イミリさん手間好きだね、多分されるの。四国の大名じゃん、超速カブ。そういうとこから来てんだ。風俗嬢なんてプロなんだから。一人いたね、その一番珍しい子が超速カブって子だったね。そういう話になっちゃうのもしょうがないじゃん。聞きたい人もいるんだよ。そういう時間じゃん。初塩笑った。所長な、赤飯炊くのが趣味だっけ。これ中3の夏休み。ほらまた見た。なんで見たわけなの。いいじゃん、静かにしようの話。所長三太郎たかしにやってもらったら離れない。どういうこと。たかしうまそうだね。もうたかしはエッチな全てが好きだからね。中3でスカ経験した。うんこ食ったってこと。わお。小学校からうんこ食ってる友達いたよ。犬のうんこ食わされてる友達いたよ、先輩に。たかしはうまい。俺最初から行けたっていうか、なんか行かなくて、全然行かなくて、ほんとガシガシにガシガシにやって、もう最初から中に出しちゃって、女の子がお股押さえながら「やばい、中に出したでしょ」ってこうやって走って帰ったの覚えてる。その時から最低だね。いや、最初だったから中に出すとか外に出すとかよく分かんない。嘘だろ、ケイさん。ケイさん、あれも席はビルゲイさんとマックスもし、ケイさんがいないといけない。お金持ちくとっぱありがとうございます。ケイさん、ありがとうございます。ケイさん。あと、いろいろすいません。ご迷惑をおかけしちゃって。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、たかしはうまいよ、マジで。マジで。本当に好き、そういう女の体を経験、なんだろう。ありがとう。女の体をなんつんだろう、探求するのが好きだと思う。可愛い。ケイさんもね、結構エミリさん寄りだからね、俺がね嫌だなと思うコメントいっぱいしちゃうと思うんですけど。いや、手間もうまいと思うし。その女の人がどうやったら感じるのかなっていうのをこう多分探求するのが好きなと思う、聞いてる話だと。ね、いや俺ガシマンしないから、俺爪伸ばしてんだよ。バスケットでさ、爪短いとさ、なんか引っかかりが悪いんだよ。でも美容師やってたから爪は基本長いのは嫌いなんだけど、すんごい汚く長くすぎるときはないけど、
あんまり短すぎるのもしない。みんなも話すことなくなってきたね。そう。バスケは大体やってんじゃない？高校ぐらいからずっとやってんじゃない？美容師もやってないね。美容師もめんどくさいよ、ほんと。ありがとう。ありがとう。でも、お腹張ってきた。張ってきた。これが張ってる。触ってみ。もうちょっとこうしてこう。こんな感じ。エミリさんって、ね、ほっぺで言うとこう触るとめっちゃ怒んの。押さないでよって言って、で爪立ててこうやって触ると OK なんだって意味が分かんないんだ。だってこうやって押すんだもん。ルイさんありがとう、ちゃありがとう、ルイちゃん。こうしてってだから。してるじゃん。これが今貼ってる、うん。これが貼ってる。硬いよ、確かに硬い。でしょ、うん？これが貼ってる。俺のお腹と比べたら間違いなく、俺のお腹結構ブニョブニョだもん。今貼ってきた。分かんないんだよ。やっと貼ってきた。お腹カチカチ、お腹張ってるから触ってって言われるの。そうするとこうやって触っちゃうの。だって押すんだもん。わかんないじゃん。こうすると喜ぶのに、これなら、OK、喜ぶっていうか、これで触ってって言ってくるのに、これだと怒るの。意味がわかんない。だって押すの意味わからんくない。押してないから、触ってって言われたら普通手のひらで触るでしょ。こうやってさ、これだとさ怒んないのに。いいよ、顔はちょっと水取って。そこに、はい、お茶飲めば。さ、飲みちゃう。飲み切ったもん。嘘だろ、俺一口も飲んでないね。ごめん、水分めっちゃ取るやん、うん、そりゃ滑走路できるで。だって用水って3時間か3日でガラリと変わるから、いっぱい水分取らない。いや、強さは変わらない。こうも強さは変わらないのに。押したの、こうやって。お腹を押し込んできたから、だからこうやって触ってみたいな。めっちゃ切れるんだよ、寝てる時に。ね、眠、こうやってね、寝てる時に、ね、お腹すごい張ってる、触ってって言ってくるから、寝ぼけまなこにどれどれってこうやって触るんだよ。で、押さないでよ、なんで押すんだよって言って、すんごい怒んの。わかんないよ、こうやって触るなんて。牛乳もあるで、牛乳も。牛乳飲むか。うん、うん、沸点が分かんない、俺も。いやいやいや、包み口にこうやって触るだけじゃ分かんないんだよ。こうやって触ってもね、分かんないんだよ。張ってるから触ってって言うんだよ。特大パン、タンブラーパンチくる。あ、清水さんおやすみなさい。清水さんともちょっと今日分かり合えなくて悲しかったけど、清水さんには何言われても全然。兄さん、そうです、しょうがないと。夢も今日は見ててコメントして、奥さん、こんばんは、お世話になっております。何でも累次1万円から。眠たからあくびが出るだけ。エミリさんが顔小さいんじゃないから、俺が顔でっけんだから。今日ミーさん、ミーさんともマジでバチバチしたからね、ミーさんとも。なんで？うん？マジで喧嘩した。ルイージは何にも分かってないとか、なんかずっと言ってくるから、あのエミリさんとお母さん、俺のお母さんと三者面談したいって言った時に、そんなこと言って、ずっとミーさん俺のことバチクソ叩いてきたから、キレてたから。うん、ちょっと待って、妊娠中織物がいっぱいでナプキンしないといけないくらい出てくると思ったら破水してて、そのまま入院したからやめたら。え、じゃあそれが破水だったってこと、織物だと思ったら。分かっててくれ、嬉しい、シミさん。買った、ありがとう、ムーさん、ありがとう。どうやって確認すればいいの？みんなに見せればいいの？これ破水って。みんなで検査する？破水検査する？バンになるかな？これ破水？うん、いや、ツイッターでやったわけ。ツイッターでやったわけ。ツイッターで。でもなんか破水って透明とか、ちょっとピンクがかったやつって言ってたけどな。だからもう生臭い匂いだったら破水。みーさんに、じゃあみーさん1時間だけあの娘に会わせるから、1時間だけのために東京来れんの、東京じゃない、福岡来れんのって言って、めっちゃ喧嘩した。あ、そうな。ボロクソ言ってごめんなさいって、う
言えてないから言っといて、後で。なんで？ん？言えてないから、謝れてないから言っといて、後で。破水したら生臭いって。まだ、あ、みーさん見てるよ、うん、部外者、だから見てるから言ってんだよ、わざと。いや、謝ってるじゃん、うん、自分が。よかったじゃん。言ってない、言ってない。言っといて、軽く。なんでうちが、ごめんなさいだって、みーさん。生温かかった。なんかよく尿漏れもするけんな。わからんもん。バスケの後、または臭くないと思う。勝手に出る感じが発生でしょ。だって破れちゃってもう行き場所がなくなって出るから、おしっこって力込めてビョって出ちゃうじゃん。破水するとバーンと落とせるって。嘘でしょ、バーンと落とせるの。ありがとうお兄さん。でもエミリさんのすんごい、エミリのすんごい肩持つから、ほんとマジやばいくらい肩持つから。落とするならすごいかって、するって言ってんのかしょうがない。あやちゃんが嘘ついてるっていうのかい。プチンって落とした。みんな違うわ、バーンだとプチンとか音わかんないね。わかったわかった、オッケー。だってエミリさんなんていつもブチンジャバーって感じ。ジャバー、それトイレ流した音じゃないですか。ザバーン。なんか出ちゃってんじゃないですか、それ。ザバーン。チョロチョロ破水もあるって。なんかコウノトリ見たときはなんかザジャパンって感じだったね。よくかっていい？いいよ。そろそろエミリさん、何？辛ラーメン作って寝よっか。辛ラーメンがある場合？辛ラーメンだから辛ラーメン食べて寝よっかって。餃子のなあれ入れる？何？あ、餃子の具が余っとるわ。あれ春巻きの皮に包んで春巻きしよっか。ジンラーメンだってピザしか食べてないね。いや、なんかチーズケーキも食ったし。ジンラーメンする。1日1回は麺類食わないと。二度で太いんよ。好き好きすふわふわふ、こんな気持ち、メラメラで夢だけど。二度で顔より大きいね、エミリさんって。やば、ここに顔描く。ここにエミリさんの顔描いたらどっちの方が大きいの。ここにズラ顔描けたらもうエミリさんより大きい。これ最大限に今太くしてるから。ほんと？ギュッてして。じゃあ細く見せて、最大限。細く見せる？どうやって？最大限に細いところに。あ、黒ずみ見える。そう、恥ずかしがんなんて。そんな恥ずかし、恥ずかしい。やめて、ほんとお腹力入る。赤ちゃん動いたよ、ほら。踏ん張ったから。踏ん張ったから。うるせえ、もうって。狭いなって。いや、どうしよう、迷うね。何が？ラーメン食う、ほんとに。ちょっと食いたい気持ちはわかるでしょ、俺の気持ちは。え、じゃあさ、ジンラーメン食べて、うちジャンジャン麺食べていい？こっからエミリさん料理配信始まるってこと。でもおばあちゃんがおるけん、ここで2つ作らないか。いや、1つでよくない？じゃじゃ麺2人で食べる。どっちかにしてよ。じゃじゃ麺2人で食べるか。嫌いやけん。いや、いいよ、我慢するよ。あのじゃじゃ麺美味しいかもしれないし。ジンラーメンにする。どっちでもいいよ。一人一つはね、めんどいよね。食べよう。ジャージャー麺食べて。コーヒー味のジャンジャー麺の可能性あるから。どうしようかな。一つは無理ですよ、足んなくなっちゃって。ジンラーメン作ろうか、ここで作る。うん、うん、じゃあテーブル用意しとく。いやいや、ここで作る。どこで？ここで。だからテーブル用意してもよくない？あ、もうそういうのやりたいと。あ、ここでね、こう。そう、おばあちゃんにうるさいと怒られるんで、最近。卵は入れたい？卵。うん。ああ、ちょっと待ってね。これエミリさんにもね、すごい怒られたんですけど、この間。
気持ち悪いよって言われたんだけど、あの辛ラーメンって超辛いじゃん。つべきってない豆腐って、あ、ごめん、いきなり料理配信。あの辛ラーメンってめっちゃ辛いじゃないですか。正直みんな強がんないで、マジで辛いじゃん。次の日は絶対お腹壊すし。辛ラーメン辛かったね。辛いだろ。久しぶり食べた。めっちゃ辛いじゃないですか。で、あの冷ややっこを入れて食うと辛くなくなるんですよ、半分ぐらい。なんか下だと腰痛くなるんだって、こうかがむから。だからこう高いところで作りたいんだって。冷ややっこと乗せて食うとめっちゃうまい。あの辛ラーメンどうやったら辛くなく食べれるで調べたら、冷ややっこ入れて食べると食うとうまい。なんか味がもう鍋みたいなんだよ、ほんと。醤油入れて冷ややっこ、醤油と冷ややっこに辛ラーメンぶち込むと、まあ、韓国製のものはね。DJ ソーダの件で本当に韓国人って日本人のこと嫌いなんだなと思ったね。日本人も結構韓国人のこと嫌いな人いるけど、なんかありましたね。なんか豆腐の辛いスープなんて言うんだっけ、スンデブみたいな感じなのかな、ちょっと。でも俺的には鍋に近い、キムチ鍋に近い感じになるっすね。チゲ鍋に近い感じになるっす。だお前もあの状況だったら触るだろう。だってむしろあっちから近づいてきてんだからね。触らないように、おっぱい触らないでねっていうように。あ、これ小さい、フェンスがあるわけじゃん。向こうからフェンスに近寄ってきてんだから、それ触っていいのかなと思っちゃう。まあ、触る方が悪いのは悪いんだけど、そう、あれでなんか被害者面されてるって、なんかちょっとあのクラスで関わっちゃいけない女の子みたいな、ね、ちょっとクラスで関わっちゃいけないのかなっていう感じの女の子っぽいよね、ああいうそれで切れるって。触っていいわけねえだろってさ、あのそんなガシムシ触ってないじゃん。あれでね、日本人がもうこんな揉み散らかしてたりとか、こうやって服に手突っ込まれて揉まれてたら、あ、それはなんかこっちが悪いわ、それは悪いわだけど、こうやってポンポンってさ、うん、なんかもう触れただけみたいなので、いやーみたいな、もうこんな日本来たくないみたいに言われたら、いやいやいや、それじゃあさ、そんな格好でこっち近づいてこないでくださいよってなっちゃう。うん、こんなガシムシにされたら、それはそれは、あ、お前それはそれはアウトだよってなるけど、あれグレーですよっていう感じなのに、ちょっと触られたぐらいで自分からね、おっぱいこんな無理無理つけてね、うん、来なくていいよなっていうか、なんかあれはもうね、そういう炎上系ですよ。でももともとなんかあれでしょ、あの半日のさ、ツイートしたりとか結構変わってたんでしょ。腕引っ張ったり首ホールドするのはいけないけど、首ホールドされたもんっていうか、なんかそういうさ、やばい男の人はどこにだっているじゃん。韓国にだってさ、ね、やばい街歩いて女がさ、すっぱたかで歩いてきたらさ、ちょっとこうやってさ、寄せてくるバカ男っているじゃん。首ホールドされてた。へー。あ、日本だけです。そうだからね、難しい問題だけど、で、あの人らも、なんだろう、やっちゃった人は運悪く公開処刑として、
うん、あの罰金とかはあるかもしれないけど、けどそう、あの女の子もそれを聞き察知能力がない時点で、まあしょうがないよねって言われてもしょうがないよねって感じ。なんか昨日の夜ホワイトコークって映画見たんですよ。なんかホワイトコークっていう映画でね、見てて、そのワンシーンであのクラブで泥酔してる女の子がいて、クラブで泥酔してる女の子がいて、でそれを解放するふりしながら男がエッチしちゃったんですよ、その女の子。でもさ、エミリーさんがかわいそうって言ってたけど、いやクラブで泥酔してんだからしょうがないよなって思っちゃうよね。心配ならさ、クラブで泥酔させるなって思う、するなって思うよね。ホワイトコークって映画で見てたんですよ昨日。そう、危機管理能力だよ本当。男だってさ、正直危機管理能力ですよ正直ね。目の前に泥酔してる女の子見たらね、もうあやばい、それを見ちゃった瞬間もう俺らも理性なくなっちゃうんだから。エッチだったら、エッチそうな顔だったらもう欲望と戦ってんだから、それをわざわざさね、欲望丸出しでさ、あっちも誘ってくるような格好してたらもう俺らも欲望との戦いだよ。でもそのホワイトコークって映画の話が そこにおっぱいがあった。ごめんね。ドア開けた時は静かに響いてるでしょ、わかる。ちょっとこれ豆腐持ってきたよ、いつよ。ありがとう、嬉しい。意外と声が響く。今からジンガーン。これだけ韓国の悪口言いながら韓国の食べ物を作ります。これだけ韓国ディスってるのに辛い。っていうか隣は牧間さんの部屋なんだけど、本当さ、外食する必要なくなったよね。いや、俺は酢豚エビマヨあるし、うん、そうめんもあるし、ね、これからね、そうそう、うん、そう、マキマさんは絶対我慢してると思うよ。おばあちゃんよりよっぽどマキマさんの方が部屋近いんだよ。お母さん、布団かぶって寝るからね。で、俺最近思ったんだけど、おばあちゃん耳遠いんだよ、ぶっちゃけ。多分本当にうるさいかっつったら、おばあちゃん多分うるさくないと思うよ、リビング以外。それだって牧野さん、お母さん、うん、だって朝普通におばあちゃんおはようございますって言っても聞こえないんだから。 おばあちゃんと朝すれ違った時に2回言ってたよ、ね、おはようございます、おはようございますって言っても おばあちゃん聞こえないんだから。耳遠いからこっからの音聞こえないよ、うん。耳遠い人、夜中の方が雑音が過敏になる。そうなんだ。あ、聞こえる音と聞こえない音あんのか。俺の低い声が聞こえないのかもしれない。聞いてもらえないし。モスキートーン。ジナメモス。マジで気をつけてね。うちもだけど。オッケー。絶対気をつけて。これあれだから、ベッドの上だから。チーズと卵、ワンチャンバランス崩したらこれどっちか大やけどあるから。ああ、低い声聞こえにくい。4分間。でもうちのお母さんも耳遠いから、耳遠い人の気持ちわかる。あ、聞こえなかったんだ、だからなんか俺が無視してるとかおばあちゃん言ってたんだよね。
俺急に立ったらやばい。あ、おばあちゃんに言っといたからそれ知らない。なんかおばあちゃん耳遠いのって俺が言ってたの。そうそうそう、言うなよバカ。マジバカだろ。分かんかったって言ったんばい。マジバカだろ。なんで？いや耳遠いのって失礼だ。いやなんか話しかけたけどって言ってたけど、おばあちゃん耳遠いもんねって言ったら、うん分からんかったって言った。ケロッとしたから悪かったねって言った。いやいやいや、人乱。あ、声より袋とかの雑音の方がうるさい、うん、朝から俺カップラーメンやるもんね、それね。カシャカシャカシャ、今日うるさかったでしょ。出して、うんうん、で、昨日のね、あれの話してたの、ホワイトコーク見たっていう映画。ホワイトガール、ホワイトガールだった、うん、ホワイトガール。どういう話かっていうと、薬物大好きな女の子がいたんだよ。ほんと薬中の女の子がいて、で、あのたまたま売人の男の人とやっちゃったんだよ。しかもその売人の下っ端だよ。始めたてっていうか、ほんとペイペイの売人と出会って、でペイペイの売人はその薬物を20ドルで、あの近所の人にしか売りさばいてなかった。だけどホワイトガールが、その薬中女が、私たちが行ってるクラブだったらそれ 60ドルで売れるや、売れるぜって言って、絶対そっちの方がいいよって言って、最初しぶしぶ、いやまあ近所以外で売りたくないよって言ってたんだけど、そのね、でっかいクラブで売ったの。そしたらめっちゃ稼いじゃって一晩で。あ、水かと思った、炭酸水だった。これ開けちゃったの。あ、さっきさんおやすみなさい。俺が映画の話したら寝る人増えてくれた。あれ、ノーラベルみたいな、ラベルレス、うん、開けちゃった。水ついてくる。映画の話するとエミリーさん絶対話変えようとするから、俺の話がつまらなすぎて。で、結局その田舎のちっちゃい売人やってたやつがでっかいところで商売しようとして警察に捕まっちゃって、でその売人は上の上司にお金払えなくなっちゃって、でその売人の上の上司に上納金で、その売人を実刑5年だったんだけど、弁護士に払うお金にそれ全部費やして、あの女の子が売人を無罪で出してきたんだよ。だけど売人が無罪で出てきたのに、上司がお前上納金渡してねえだろうっつって喧嘩になって、結局その売人はその上司を殺しちゃったの。殺人罪になっちゃったの。だからその女の子と知り合わなければ、その売人って普通に幸せに過ごせたんだよっていう、売人のせいで全てが狂ったっていう、人生すげえ狂っちゃったんだよ。ありがとうピートさん、うん、オチがそれ。ありがとう。もう最後その売人はこの女のせいで人生が狂った後、すごい悲しい目で見てた。俺結構映画のね、話ね、うまいって言われるんだよ。けどみんながこう最初から聞いてないって言ってる人らには多分伝わんない。結構俺が言った話、ああ面白そうだねって言ってくるんだよ。いや俺の実話じゃない、まあうん、でもみんな興味持ってくれたじゃん、最後まで聞いてくれた人は。うん、うん、面白くないから見なくていいんだけど、ホワイトガール、うん、優しいね、みんな聞いて。ホワイトガールネットフリで見たから、洋画
すごい。出産頑張れ、ありがとう。何人か女の子のおっぱい見れるよね。なんか平気でエッチシーンとかあったり、おっぱい出したりとか、すごい。ちょっと過激な話。主演わかんない。全然売れた女の人じゃないし、別にその女が可愛いと思わなかった。なんか崩れたキャメロンディアスみたいな感じ。いや、まあ見る気ないなら見なくていいんだけど、見なくていいんだけど、でも本当そんな感じ。あの女の倍なんだろう。本当役中やべえ役中の女がね、売人と知り合って、そのだよ、売人の人生を全て狂ったみたいなマイナーな映画。ジンラーメン作ってます。ジンラーメン最後、そのかっこいいね、売人の男の子、イケイケの地元では男の子なんだけど、すんごいお前のせいでって顔して結婚したいとか言ってたの。そうそう、すんごいラブラブ。女の子もでも頑張ってたんだよね、男の子と。まあね、でもまあやっちゃいかんことやったな。そう、結局その罪かぶって男の人の人生狂わしちゃったみたいな、全部。お腹空いてきた、シェミの。この時間のラーメン、ね、映画大好き。一日一本ぐらい見ないと、ね、寝れないよね。ツイキャス位置悪くない？別にないね、どっちも、二人は。この鍋がね、沸騰が遅い。絵が好きですね。最高だね、ラーメン。豆腐も入れちゃう？いやいや、これは冷ややっこで自分でいいの、うん、入れて食いたいの、うん、でしょ。ジンラーメン美味しいよ。いや、地球に沈めるは違うんじゃない、ま、た あれはね、やっぱ家族も一緒に手助けしてくんないし、まあ風俗狂い、風俗じゃない、ホスト狂いだから。チーズラーメン美味しいね。よし、沸騰してきた。いいか、笑う。まあ家族がいるからね、うん、あのグリの方が好きな人いる。子供置いて遊び行っても別にね、エヌリさんの家族がいるからいいんじゃない、福岡にいる場合は。まあ、東京で2人だったら、2人っていうか、あの子供入れて3人だけど、そうだったら、まあどっちかが面倒見るだろう。ちなみに、あの俺エミリさんが寝た後に一人で今日の朝見てたんだけど、あれなんだっけ、なんていうの、4分間測って測ります。今9分3 13分39、3、4、あ、分からん。4分間測ってください。13分になったら大丈夫。あのあれなんて言うんだっけ。え、シャウエッセにこんなことある？ある？あのさ、全部出ちゃえ。子供を面倒見ててもらうやつってなんて言うんだっけ、英語で。外国、ベビーシッター。そうそう、ベビーシッターっていうか、シッターがあるっていう映画見たわ。見たんだ。うん、当たり？すんごい、ね、なんか大学生の自分好みの女の子を雇って子供の面倒を見させるっていう。アニタルさんこんばんは。コリラックマちゃんこんばんは。全然面白くなかったけど。水餃子美味しそう。なんかおすすめで出てきたから見ちゃった。小衛生一番美味しい。あ、シッターガール面白いって言ってるよ。うわ、あれ2も、2が出てたから1、2で見た。ピコさん、かわいい。いつまでなんだろう、赤ちゃんはね、あれ、なんかちょっと少し外に出せるようになったら東京行ってもいいかなと思うけど。
胸クソ映画なのかな、わかんないけど。何分になったらって言った？13分、あと3分。まみたまちゃん、さっき全ブロック解除したよ、 YouTube。 まみたまちゃんが YouTube ブロック外してって言ってる。あ、もう一人もいないよ。一人もブロックしてないらしいよ。まじまじ、歌舞伎町最高やん。ベビーカーまだ買ってないね。でも結構ブロックってね、13分って言ってた。13分、あと2分。もし卵入れよ。なんて書いたの、まみたまちゃん。シャイニングさん、最後の、いや熊取レビューしたいんだけど、今日6万円でやってくれる人いるって言ってたんだけど、 DM 来てたらね、やりたい。本当6万。いいよ、まみたまちゃん、覚えてないから。お知りたい、なんてブロックしたのか。うちもごめんね。なんてコメントしたの覚えてない。じゃあまみたまちゃんがいけないコメントしたんじゃない、わかんないけど。豆腐入れちゃえばいいの、うん、これで冷たくなるし、辛さもさ、まろやかなの、うん、しんどくない今は。ひみりさん元気になっちゃった、うんちしたら。覚えてない、ね、覚えてないのずるいよ、ね、2人とも覚えてないのはもう何もないじゃん。いやいや違う違う違う、俺だって誰か分かんないもん。 YouTube キャスも解除したらやり方分かんない。分かるだろ、全部消すだけだ。どうやって、あ、後でね、後でならできんじゃん。キャスこそ一回解除した方がいいよね。キャス、あのブロック一覧とかにそのユーザー名でいっぱい書いてあるじゃん。NG ワードいっぱいあるんじゃない。まあでも後ででいいんじゃない、後で。今じゃなくても今さら来ないでしょ。あ、NG ユーザーの設定ってあるわ。生まれたよ私は。ねえマジありすぎてやばい。見せていい、それ全部ツイキャスで。あ、 NG ユーザーだけ。おっつおっつ、これ見てみんな光ってるじゃん。ちょっと待って、忙しい今。あ、13分なった。明日チーズ、なんか服着ないようかな、これチーズなんかつきそうだけど。誰んち、エミリさんち。できた、 NG ユーザー43人もおる。全会場怖いん。ツイキャスで意外とブロックしやすいじゃん。あ、でもしてほしい。あれ、俺もブロックした人いるから。気をつけて座ってね。うん、絶対気をつける。どうぞ。俺結構そんなズボンって座らないから大丈夫よ。できました。ひみさんね、上手で料理。ほら。チンラーメン with 卵&ウインナー&チーズです。地獄ラーメンです。地獄ラーメン、まあ後ででいい。いやいや全然、一人一人かい、あれなんだ、見てくんだ。全会場ないんだ。全会場、いや食べよう食べよう、ごめんね。これはちょっと辛いかな。最高にうまそう。寄せてあげようか、エミ。うん、大丈夫だよ。どっちが話したの？ベビタロが話したの今。ベビタロが喋ったの今。美味しそう。あらら、2つコメント見れるようにしてたのに。伸びてるの。おいおい。まず、まず、どこに落ちよる？どこに落ちよる？落ちてない、落ちてない。テーブル？落ちてない。まだ俺のズボンでキャッチした。あ、落ちてるよ。今、使った今。使った、見えた今。見えた。
布団落としてない、布団落としてない。なんでそうなるね。セーフだ。ほら、全部俺のハーフパンツでキャッチした。卵が2個だけです。よいしょ。使った今。いや、そんなのって、こぼした。使ったんだもん。俺手も厚がりなんで。大丈夫？大丈夫、全然大丈夫。ごめんね。やけどした？してないしてない。お騒がせしてごめんね、みー。ごめんね。うん、ごめんね。怒っちゃった、ね。怒ってないよ、怒ってない。YouTube でこれ見えました今。残りました。大丈夫。やけど大丈夫、全然。ついてやろうかね。はい、いい、いい、いい。何も好きだって。自分のだけついてくださいや、みたいな。ただね、これ。想像以上に暑いから気をつけてました。いい、当たりもでもらっちゃっていいけみ。あ、スーパーいいや、自分でやるから。辛くなっちゃうからね、あんまり入れすぎると。ありがたい、最高、ありがたいみ、ありがたいみ、これ使えないみ、これスープ入れる。闇あるもん。あね、エミリさんね、これレンゲね、絶対ね、一緒のやつ。使わないんだよ。醤油は取ったね。取ったよ。あ、か、ポンポンポンプリンありがとう。のぐりが美味しい、のぐりが美味しい。俺レンゲ使わないから、超美味しい。うん。豆腐入れなくてもいいくらい。そんな辛くない。美味しいよね、次男。え、美人だって、かのんちゃんが。美人じゃの。嬉しいです。美人やなって顔全然見えない。本当だ、顔見えてなかった。誰の、俺の顔見てんのそれ。カノンちゃん本当ひどいね、全然顔映ってないわ。いただきます。コントみたいですか。いや、まさかの俺の方って言ってた。二人とも映る位置がないんだよな。こうなっちゃうか。これでいいか。あ、これでいいや。すごい、俺の顔が3倍ぐらい大きく見える。そういう感じね。うまい。全然辛さがさ、辛ラーメンより薄いね。うん。あく。じゃあ半分だけトイレじゃない、豆腐入れてもいいね。ルミリさん顔ちっちゃいか。俺の3倍ぐらい俺がでかく見える。辛くない、おいしいです。なんだろう、ジンラーメンっていう、韓国のジンラーメン。いい、めっちゃ可愛いって言ってたよ。なんかね、産んだら食欲なくなる。辛ラーメン辛い。これは前セブンイレブンで買ったんじゃなかったっけ。どこで買ったっけ。ルミエール、ルミエールだった。もちもち、はい、いいですか、俺の評価。辛ラーメンより辛くない分、やっぱ辛ラーメンの方がうまみはあるよね。わかる、うん、辛くない分、やっぱ辛ラーメンと辛ラーメンって言ったら美味しさ感じたら、ウインナー美味しいですよ。韓国ではウインナー入れるみたい。ハピさんありがとう、またね。やった。
いつも来てくれた新潟、あの新大久保で食べた辛ラーメンでもあれだよね、ウインナー入ってたよね。そうだっけ、わかんない。超うまい、超うまい。ズボンにこぼしたの？ちょこっとだよ。ほんとこぼれてないに等しいくらい。ルイジ遊びに行けてる？行けてない。そしてここからです。これミリさんにね、ぐちゃぐちゃ気持ち悪い食べ方って言われるんですけど、チーズがどっかいったよな。いや、もうほんと溶けたね、まろやかになった、全体的に。たくましい腕。これ、豆腐、冷ややっこで冷たい豆腐を入れて食うと、これチーズの子供。誰が言ったの？どっちが？かわいい。ピーコさんずっと言ってるの、ルイジかわいいって。一生懸命映画の話してるね、かわいい、うん、かわいいよこれで。これ醤油いっぱい入れます。大魔王さんからもらった醤油。辛ラーメンは辛いよ、ブルちゃん。めちゃめちゃ辛いね。体勢つくけどね、ずっと食べよった。久しぶりに食べたら辛かったでしょ。これミタロさんの服はこれ、あのどこで買った、スリランカで買った。フィリランカとか、うん、フィリピンか、タイかインドネシアで母が買ったやつをもらった。うちの全身が映る、やめてよ、ちょっと貸して。うちだけデブデブになる。いや自分も映してる。いやこの角度めちゃめちゃエミリさんみんな可愛いって言ってたよ。貸して。なんで気に食わないのこれ。自分も映してる。それだとどっちも映んないって言われるから、まあね、はい、みんないいよ、さっきのどっちだよ。考えた末のことを俺の。いいよ、さっきのねって戻して。なんだよ、もうちょっとこっち、そうだ、ん？いいよ。これどう考えても俺の方が不利じゃんね。もう顔だけしか映ってないのかな。顔でか顔でかって言われてさ、こんだけ俺エミリさんのこと可愛く映してるのにエミリさん怒るんだから。優しい人が増えたね。どうしたの、ありがとう。ツイキャス、うん、慣れないよ。アンチ寝たんじゃない、こそばゆいよ。なんかこれ冷ややっこは麺冷たくしてくれて最高です。皆さんありがとう。めっちゃうまっ、これ味足したらうまい。これ鍋みたいなの、これ醤油入れると、醤油と豆腐入れるとお鍋みたいな味になる。嬉しい、むっちゃんありがとう。あ、えのきね。今えのき恐怖症だから、エミリさん。俺がえのき食わせすぎて、もうえのき見たくないって言うから。辛いのがね好きな人だったら、あの透明感ある肌羨ましい。お、なんか透明感ないね。俺も透明感ないっすか、なんか今日黒ずんでるって、いろんなとこ。韓国の麺ってなんであのもちもちなんだろうね。日本の麺でもちもち麺って札幌一番味噌ラーメンだけ。札幌一番味噌ラーメンみんな好きだったよね、なんか昔。辛いの
塩のがいいんだ。あ、塩美味しい。豆腐合う、辛ラーメンの方が合う。味がやっぱり辛ラーメンの濃いよ、辛い分、うん、でもちょっと醤油入れるから何でもね、こう出汁っぽくなってうまいんだよ、うん、その醤油が美味しいってことね。そう、醤油が味噌ラーメンね、美味しいでしょ。あれが一番、カップラーメンの中ではチキンラーメンがうまい。チキンラーメンの味嫌いよ、こんなに美味しいんじゃない。辛ラーメンやっぱ中毒性ある。エミリーさん、黒川配信の時毎日食べてたのね。うん、発がん性は辛ラーメンってなんか聞いたな。夜中のラーメン最高、私も食べてますな。一緒だね、チキンラーメンのくらい。なんかあんまチキン